デモニカを探索モードに切り替えます。長かった調査もこのセクターでようやく最後だな。早く帰ってご褒美をいただきたいもんだぜ。油断しないでヒメネス、こういう時こそ気を引き締めないと。勝ってカブトの尾を締めろか。まあ確かにお前の言う通りだな。随分とご機嫌ね。でも油断は大敵よ。気を引き締めていきましょう。よし、とっととバニシングポイントを見つけて。こんなろくでもないところからはおさらばでしょ。おい聞いたか、ゼレーニンが冗談言ってるぜ。フォルマサーチ発動。しかし、ところで、ところで、ところで。ところで、しかし、インストールされ、フォルマサーチ発動。エネミーサーチ悪魔にせ、うん。
フォルマサーチ。ゲートサーチ。当たれ。降参じゃ。フォルマサーチ発。フォルマサーチ。フォルマサーチ。チャンスだ。フォルマサーチ。
エネミー悪魔に戦。それは不愉快。行動中のクルーへ、作戦班より注意喚起の連絡です。先ほど一部のフィールド展開中であるクルーに通信波異常が発生しました。重大な問題は発生していませんが、各員とも本艦との通信状況には注意して行動してください。なんだ？おい、つまり通信が不安定なやつが出てるってことか。とうとう俺たち自慢のデモニカにもガタが来たのかもな。原因は究明中だが、どうやらデモニカの問題ではないようだ。これはどうもシバルツバース内で大きなエネルギー体の移動があったことによる影響と推測されている。その大きなエネルギー体によってフィールド内の電磁場が乱れたってわけ。それってもしかして合同計画がシバルツバースの破壊オペレーションを実施したとか。いいえ、それはありません。破壊オペレーションの開始はまだ先ですし、こちらの合図なしに実行されることもありません。エネルギー体が自力で航行している可能性があるのも気になるところだな。レッドスプライト号と同程度の大きさと推測されるが、コンタクトを取る動きもない。厄介な悪魔でないことを願うばかりだよ。ともかくいずれも可能性の話です。角度の低い情報に振り回されるわけにはいきません。機動班を中心にバニシングポイントの探索に集中するよう願います。アンズルより産むが安し、目の前のミッションに集中だな。それって違う気がするけど、今やるべきはバニシングポイントの発見ね。早く発見しましょう。
コルマサーチ。Oh!
エネミーサーチ、悪魔にせ。フォルマサーチ。愚かな。
フォルマサーチ。当たれ。降参じゃ。フォルマサーチ。フォルマサーチ。チャンスだ。お前さ、そうだよね。そうだよね。おい、お前もあの真っ暗な道を抜けてきたようだな。この先もかなり厄介だぜ。床にあるトラップに俺もかなり苦労してる。じゃあ俺は先を急ぐぜ。さっさとこのクソったらな場所から逃げ出したいからな。
調査は順調かしら。いえ、よければ少し協力してもらえないかと思って連絡したの。何かの装置らしき構造物を見つけたんだけど、どうもはっきりしなくて。あなたは私のすぐ近くにいるようね。もしよければこっちに合流して意見を聞かせてもらえないかしら。そのまままっすぐに進んでみて。見慣れない形をしてるでしょ。来てくれてありがとう。これなんだと思う？見た感じただの飾り物ってわけではないわよね。少し調べたところだと弱いエネルギー反応があって波形はターミナルに近いようなの。転送装置の一種と考えるのが妥当な線かしらね。そうそう、ここのくぼみに何かを仕掛けるみたいだけど、どう？あなたに何か使えそうなものの心当たりはないかしら。この装置にフィットしそうなものはない？そう、それじゃあ今は打つ手なしね。でも私はもう少し調べてみるわ。あなたはここに使えそうなものがないか探してみて。うまくいかないわね。何かを動かせばいいってわけではないみたい。あら、ええ、見ての通りに相変わらず手こずってるわ。やっぱりキーポイントはこの装置と適合するエネルギー体だと思うんだけど、この装置にフィットしそうなものはない？そう、でもあなたは。Thank you.
フォルマサーチ発動。ともよろしくお願いします。
大丈夫か？ゲートサーチ。カルマサーチ発動。入手したフォルマから珍しい反応を検出しました。
フォルマサーチ。フォローしろ。フォルマサーチ発。フォルマサーチ。フォローしろ。助けに来てくれたのか。面目ない。なぜだか体中が痛むな。おいバガブ、俺が寝ている間に何が起きたか知っているか。ババってこいつに聞いても仕方がねえよな。とにかく助かったぜ。こいつはお礼だ。フォルマサーチ。チャンスだ。フォルマサーチ。フォローしろ。やってらんねえ。
俺の活躍ちゃんと見てろよ。フォルマサーチ。
フォルマサーチ。ゲートさん、ゲートさん、フォルマサーチ。チャンスだ。当たれ。ダメだ。ゲートさん、それは良い。エンドラフ。エンドラフ。よっ。私の終わり。えい。暗い。もう私の終わり。スペーススキャナー。ゲートさん。
チャンスだ。当たれ。こき使うんじゃないよ。
祝よろう。こき使うんじゃないよ。ちょうだいね。戦局を変える。当たれ。任せろ。よし。それ。それ。変な床を踏んだら急に眠気が。ありがとう、お前のおかげで助かったぜ。これはお礼だ。Mm-hmm.
大丈夫か。当たれ。私の終わり。ゲートサーチ。フォルマサーチ発動。ゲートサともよろしくお願いします。フォルマサーチ。フォルマサーチ。チャンスだ。当たれ。うりゃ
エネミーサーチ悪魔にせ。フォルマサーチ。おお。フォルマサーチ発動。あら、治療せ。お、もうさ、貸してみろ。一仕事。頼むぜよ。楽勝ですよ。よし、お主のデモニカをチックと借りるぜよ。こいつもいい出来ぜよ。
お前の力になってくれるだろう。そろそろ地上脱出の時も近そうだ。期待してるぞ。何しろこの物質合成装置でもマミーのミートパイは作れんからな。時にエリダヌスの地面は罠だらけと聞いたが、お前調査はうまくやれてるか。困った時はサブアプリぜよ。どんなものでも開発してやる気、遠慮なくわしをこき使うぜよ。一緒に地上へ戻るためじゃ。よっ、お早速。発動。未知のフォルマの解析に成功。フォルマサーチ。エネミーさ、悪魔チャンスだ。うまくいかないわね。あら、やっぱりキーポイントはこの装置にフィットしそうなものはない？本当？それ貸してみて。ちょっと違うみたいね。
残念だけど、あなたの思い過ごしよ。きっとシュバルツバースに特有の物質が必要だと思うんだけど、今のメインアプリで見つかるものなのかしら。私はもう少し調べてみ、あなたは。発動。フォローしろ。発動。そのフォルマ当たりかもしれないわ。物質測定の反応のパターンが他のものにはないくらい独特ですもの。例の装置までそのフォルマを持ってきてくれない？稼働させることができるかも。それを使って試してみましょう。最低。
持ってきてくれたわね。さっき見つけたフォルマ、さ、貸してみて。このフォルマ、給餌性アステリア、エネルギー反応が似てるわね。いい感じよ。仕掛けてみましょうよ。ここのくぼみとサイズも合うわね。いけそうよ。やった、動き出したわ。成功よ。やっぱり転送装置みたいね。先へ進めそうよ。さあ行ってみましょうよ。この向こうに。うまくいったわ。ここは新しい場所ね。きっと奥へ続いているんだわ。だけどこの転送装置、何のために設置されたのかしらね。侵入者を試してるのかしら。ともかくこの装置のことはアーサーに報告しておくわね。みんなにアナウンスして使ってもらうようにしましょう。それじゃ気をつけて任務を遂行してね。エネミス悪魔。あら、ここにも転送装置があったわ。しかも動力は通じている。あ、悪魔！怪しい悪魔ね。この転送装置の使用を妨害してるわ。ちょっと今ここを通るのは難しいかも。まだ探索してない場所に回った方が良さそうよ。ゲートさん、発動。ゲートサーチ。フォルマサーチ発動。
愚かな。フォローしろ。フォルマサーチ発動。ゲートサーエネミーさ悪魔
しよう。エラー、インストール。さて。さて、なるほど。ふん。ところで、さて、ふん。さて、なるほど。さて、ふん。チャンスだ。
素晴らしい。では。素晴らしい。強力な悪魔の反応を感知、注意してください。お前、あの地獄のような迷宮を脱出したのか。やるね。どうだ、バニシングポイントは見つかったのか。隊員のセンサーが強いエネルギー反応を感知しています。目的のものは近くにあるかもしれません。曖昧な回答なんだな。だがよ、バニシングポイント以外にありえねえだろう。バニシングポイントだといいのだけれども、ともかく気をつけてね。ゲートさん、あなたのデモニカにリンクしてるけど、激しいエネルギーパターンを検知しているわ。きっとその先がバニシングポイントなのよ。でかしたぜ、ついに見つけたな。これで俺たちも地上に帰れるぜ。やったな、苦労も吹き飛ぶいい報告だぜ。さあ、俺も最後の一頑張りだ。また君が一番乗りだったな。何？訴求進めない？ああ、いいって。今俺たちも応援に向かう。みんなで探せばバニシングポイントもすぐに見つかるよ。アーサーをコールするわ。バニシングポイントかどうか確認してみて。こちらアーサー、今あなたが探知した場所はバニシングポイントに極めて近いと考えられます。ですがそこはそのままに、直ちに帰還してください。どういうこと、アーサー。行動中の全クルーに連絡します。速やかにエリダヌスでの行動を一時中止し、レッドスプライト号に帰還してください。本艦は全クルーを収容し次第出発する予定です。なんだよ、いよいよ脱出間近って時に。
どういうことなんだ。緊急事態ってなんだよ。ちゃんと説明しろよ。地上への脱出並びにシュバルツバース破壊作戦に影響しかねないものです。セクター移動を要する至急の任務でもあります。詳細は帰還時に告知します。全クルーの装備状況まで照合してみましたが、現時点ではあなたの前の遮蔽物を解除しうる手段はありません。その場に固執することなく指示に従ってください。では全クルー直ちに帰還してください。脱出に影響して急を要する任務って何なの？おいおい、仕方ねえで済むことなのか？どうなんだ？フォルマサーチ発動。フォルマサーチ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 。フォローしろ。エラーインストール。全クルーの帰還を確認。これでエリダンスでのミッションは凍結です。新ミッションのため直ちにスキップドライブの準備に入ります。喜ばしい脱出の瞬間を先延ばししてまでどこへ行こうって言うんだ、アーサー。
セクターカリーナに異常な信号を感知しました。大型の反応がセクター内を移動していましたが、現在は静止しています。その大きさから見て大型の艦艇と思われる反応です。大型の艦艇？それがさっき通信で言ってたエネルギー体の正体なのか？このシュバルツバースで未確認の艦艇ってもしかして未発見のギガンティック号なの？奴ら生きていたのか？しかし何だってカリーナに？交信はしたのか？試しては見たさ。でも交信波が届いてないのか、何も反応がないのよ。幽霊船なんてことはないよな。まったく、とっとと脱出してりゃこんな面倒を背負い込まなかったのにな。バニシングポイントの位置は推定はできましたが未到達です。その状況を含め総合的に判断し、カリーナでの艦艇反応の調査を優先することになりました。これはシュバルツバース合同計画の指示でもあります。今さら調査だ？一体何のためにだよ。とっとと脱出しまえばそれでいいじゃねえか。向こうから連絡はないんだろう。それならエルブス号の時と同じで誰も生きちゃいねえよ。だがもしもだぞ、生存者がいたらどうするんだ。このシュバルツバースに置き去りにしていくのか。脱出は私たちの最大のミッションだけど、それが人命を見捨てていい理由にはならないわ。ここはアーサーに従うべきだと思うわ。どいつもこいつも脱出できそうとなったら余裕を持ちやがって、今さら正義感ぶるのかよ。なんだってこんな厄介を抱え込む真似をするんだか。まったく面白くないぜ。この中にはギガンティック号に友人が乗っていたクルーだっているんだぞ、ヒメネス。お前はそれを分かって言っているのか。みんなもっともらしいことを言うには言うが、本心はどうだかな。とっくに死んじまったって思ってるんじゃねえのか。ヒメネス、言い過ぎよ。いいさ、言ってやろうじゃねえか。ここで言い合ってるより早く肩がつくかもしれねえしね。形見を拾い集めるくらいならわけないだろうしね。このそれぞれ思うところはあるでしょうが、冷静な行動をお願いします。カリーナの反応が同胞間だという確認はできていません。警戒は解かずミッションに当たってください。ではカリーナへのスキップドライブ準備を進めてください。信号反応の所在位置捕捉に成功しました。4階の9時方向、本体の動く気配はありません。引き続き交信を試みていますが応答はありません。こちらの交信波に気がつかないはずはないのですが。まずはこの反応が何者であるかを確認する必要があります。カリーナの艦艇反応の調査、これをミッションとして発令します。
現状では目視できる位置まで赴くしか方法はなさそうです。更新ができないなんて、何かトラブルを抱えてるのか、ギガンティックは。オーカスが生きていたらいいカモになってただろうよ。油断せずに行きましょう。また悪魔が何かをしているのかも。ゼレーニン中尉の示唆の通り、あらゆる状況に備えてください。固定観念にとらわれ、なすべきことを見失わないよう。ではあなたたちの良い報告を期待します。お願いします。聞きますか？またです。
話を聞くか。始めるぞ。勝ちだな。よ。あ。おい。あ。聞いておくか。おい。